皆さんおはこんばんちは。ゆっくり霊夢です。砂釣りの唐揚げで腹を壊したマリサだぜ。こいつ鳥ばっかり食べてんな。前回はボルカニックが宝塚記念を制したな。驚いたわね。これで凱旋門賞の切符も獲得。今回は凱旋門前にドンパチします。期待していいんですかね。いいと思う。それでは本編スタート。忘れてたが、まずは2歳馬だ。リインカネーションの3区がデビューします。名前はゴッドブレストしました。厩舎は数尾にお任せです。そろそろ馬名募集企画第3弾来る？そうだね、今のストックも使う予定だけども。アストラウォーリアは第1弾募集だったもんな。そういえばライズアローはラスト1戦に挑むわよ。人気裏切りすぎだろ。ストーリアとアストラウォーリアは北九州記念ね。そして大賞のボルカニックは札幌記念から始動です。かっこ準備を怠るなよ。ボルカニックはさすがに仕上げていません。まあ叩きですから。というわけで北九州記念からです。眠れない夜が一番人気だな。スリープレスナイトな。ストーリア、アストラウォーリアともに人気だ。結果を残したいところだな。アストラウォーリアはお任せで、ストーリアは先行としました。小倉競馬10レース。おや雨ですか。と波乱あるか。あってはならぬ。ならぬことはならぬものです。合図の銃の置き手じゃないか。合図行った時の動画早く作らないと。旅行動画再生されないからな。作りたい動画があるけど出せないのは YouTuber あるあるだな。さあここはまずまずじゃないスタートだわ。新しいパターン来たこれ。ノリはともかくストーリアも後手か。ノリへの許容度がすごいな。ストーリア走れっと5番手だぞ。いい感じに巻き返したな。さあ最後の直線。この位置は果たしてどうなんだ。いけるかシージャス。このチャンネル小ネタビンゴできそうなくらいネタあるよな。ああやはりスリープレスナイトか。相手が悪い。目覚めが悪いわ。ストーリアが2番手接近か。いや、アストラウォーリアだぞあれは。すみません間違えました。すみませんはひらがなで書け。前回のやつ根に持ってんじゃないのよ。ストーリアは一応は足を使っていたな。ここは2着、4着でした。まあスプリンターズの叩きとしてはいいんじゃないか。さて凱旋門前の国内ラストレース、ボルカニックです。頼むぞと先。相手はラッキーライラックにラキシスです。下手な G1 なんよ。さすが夏の大一番だわね。印はさすがのグリグリだな。ここは先行としました。この夏の重賞ファンファーレ、一度生で聞いてみたいわ。演奏難易度高すぎなんだよな。プロ中のプロが苦戦するレベルだもんね。アカペラもファンファーレあったよな。5日の札幌記念ね。札幌競馬10レース G2 札幌記念芝 2000m コンディションは良。スタートしました。少しさあ無難に出た。仕上げも無難だがここは勝ってロンシャンへ。そのまま千歳からロンシャンよ。便出てないぞ。カットしといて。スティッフェリオ1番マイスタイル好位をキープ。7番ネコパンチ1馬身相手。さあ最後の直線、大外分回しコースか。いいだろう。さあ一気に射程圏に入れたぞ戸崎啓太。前はトーラスジェミニか。さあここから先頭へ。うちにはラッキーライラックだ。ここからボルカニック。ボルカニックどうした。玉もベストプレイも来たぞ。富士奇跡3区なのに長距離使ってて馬券ずっと切ってたら痛い目見た馬だ。そんなことはどうでもいいわよ。ボルカニックどうした。3着だと戸崎の感触やいかに。仕上げ途上だしまあ良いでしょう。さて、メインレースから最下級条件で苦しむライズアローです。ここ負ければ強制引退です。絶対絶命年だわ。おそらく8連続の一番人気です。いい加減かてや。せめて1つ買ってから繁殖入りさせたいわ。さあ3番手から接近。ライル、ライル、先頭だ。迫る、アイアンゾーン。2頭
が激しく競り合っている。さあ中からライズアロー、これは接戦になったぞ。ライズアロー、トライに出る。ライズアロー、危ない危ない、ほっとしたわな。ライズアロー、差し切ってゴール。一着、5番ライズアロー、人気に応えました。さていよいよボルカニックは遠征へ出発です。旅のしおりは持ったか、バナナはおやつに入りますか。鉄板ネタいらんねん。さあ出発だ。おいおい、スタンドに飛行機突っ込むぞ。しょうもないネタやめてくれる。てっきり無免許のパイロットが運転してると思ってたわ。それらと3142便離陸失敗事故や。さてここからは2歳馬です。シンデレラブーケを使います。シンバは惨敗だったな。巻き返しに期待したいところよね。ここはダイジェストでどうぞ。あ、嫌な予感。いつからダイジェストは負けると錯覚していた。よく喋るまんじゅうだ。後続を離していく。シンデレラブー先頭。シンデレラブー押し切ってゴール。ここで先頭。続いては桔梗ステークスです。誤字がひどいな。桔梗ステークスです。ここはあまり人気はなかったです。屋根は松山くんにしました。ここは大外から伸びてくるやつだな。ねるねるねるねくらい伸びろ。思い出したように言うな。トルコアイスくらい伸びろ。あの時間稼ぎされたらぶん殴りそうだわ。はい、国際問題。ここは最後失速してしまったな。残念無念。巻き返しに期待したいところだな。さて新馬がデビューです。こちらは冒頭で紹介したゴッドブレスです。名前的に気合が入ってんな。空回りしなけりゃいいけどな。屋根は信頼の戸先です。マリサファーム御用達だな。視線機種も固まってきたな。もっと若手にチャンスをあげないとダメね。どうせ乗り換わりするじゃねえか。ぐぬぬぬぬ。さてここは1番人気です。ほぼグリグリですな。サクッと駆け上がってもらいましょう。4コーナーから直線。さあここからゴッドブレス。さあここからゴッドブレス。さあここからゴッドブレス。機械かお前は。こんなはずではスカッとジャパンに投稿しよう。いやむしろもやっとするわ。もやっとボール。伊藤志郎をいじめるな。さて本番のスプリンターズです。凱旋門まで行けなくてすまんな。ここは本気の二頭出しです。いつも本気出してんなこのまんじゅう。アストラは仕上げきってないけどなんとかしてくれるでしょ。そこは本気出せよ。さて今日のメインディッシュ、どちらも印がついてるわね。相手はレッドファルクスか。シルクフォーチュンもいるぞ。芝走ってたっけ。こちらは末足自慢のダートウマネ KO 敗5着はあるけど、末足が不発ならこちらにもモブがありそうだ。ここは仕留めたいところだな。指示は前回と同じね。アストラウォーリアはお任せで。ストーリアは先行としました。さあ頼んだぞ。国内で勢いつけて凱旋門へ。ここから先は瞬き厳禁。果たして最速の称号は誰の手に。電撃のロックハロンが今幕を開けます。よし、ストーリアがスタート決めたぞ。何でも最初が肝心だ。アストラウォーリアはポツンだな。問題なし。ノリエの信頼感よ。二頭ともベストポジションって感じじゃないですかね。確かにカミカミ。こりゃワクワクする直線になりそうだわね。フラグ立てんな。さあ前は射程圏だ。ストーリア捉えられるか。アストラウォーリアも接近。前はダイアナヘイローか。ここで捉えるぞストーリア。レッドファルクスも来てるぞ。そして大外からアストラウォーリア。さあこれは面白くなった。ストーリア抜けた俺を忘れるなと言わんばかりの走り。よっしゃストーリア、お前を待っていた。バゴ3区の星ストーリアです。やったやった、これは嬉しい勝利。そしてアストラウォーリアも頑張ったぞ。2着争いだな。ボルカニックだけじゃないというところを見せてくれたわね。勝ったストーリアはバゴの3区、名門マリサファームの生産です。いつから名門と錯覚していた？ストーリアは10勝4勝目くらいで初の G1 制覇。マリサファームはスプリンターズステークスは2勝目。お電話口にはマリサファームのレイムさんと電話が繋がっております。レイムさん、おめでとうございます。ありがとうございます。コバ勢が奮闘してくれましたよね。
マリサファームの勢いは止まらないですね。そして大将のボルカニックが凱旋門賞に挑みますからね。次回は凱旋門賞ですね。というわけで今回はここまでですか。そうですね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは皆様、次回はロンシャンでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。私は、この景色を忘れないだろう。